どうも、バトです今日はねあの、日曜日だもんねバトニーキをしていきたいと思いますそんじゃあ今日のバトニーキは全身のリングをどうやって叩いていくのかなと思っています、ね、そんじゃ、どうぞ <noise> まあちょっとさね、ちょっとね ね、ちょっと言う一言,言う前にさね、ちょっとねまあね、ちょっとこれなんですがねちょっとなこれがね折れちゃったもんでねちょっとね,ねあの、画面にさここのさ赤いと、赤いところの,あの録画のところを押すもんでねちょっとこれ壊れたためさちょっとやちょっとなんか 押し取る感じがするなっていう人もおるもんでねそこだけはねちょっとご理解をお願いしたいと思います申し訳ないがねうんまあその前にねちょっとねあの先週のデコートを語っていきたいと思いますまずはね4月4月1日はねまああのねえ ね、あのれ新年号が令和になって,なってさ、ねいや、まあね、ああの月まあ、5, れ5月からあの令和になる,なるからな、ちょっと勘違いしないでいただきたいと思います。まあ、ね、何回も言っとるけどもね、うん、まあね、とりあえずね出した動画がね、あ,あの,の、 今年の4月に発,発売するたかとみーのもちゃを調べた動画を出しましたね。うん。まぁ、あ、あとは火曜日は、まあ、なか何もなかったけども水曜日はねまあ一昨日ねいや1日にね令和が決まったもんでね,ねあの令和のことで語った動画を出しましたねうん 木曜日はね、何もなかったしさ、うん。そしてね、ね、金曜日は、ね、あの、ね、ちょっとね、トランスフォーマーレジェンズの、このビッグパードの,その、その1位、その1位の、の動画を出しました、ね、うん。まあ、その1は、ね、 これのビッグパードを開封した動画です、ね。うん。まあね、ちょっとさ、来週ぐらいに、あの、ダイアトラスとソニックボンバー、ロードバイヤー、いやー、で、ちょっと別々で出していきたいと思います。変形動画とかさ、ね。うん。まあ、最後はビッグパードに合体した動画を出します。ね。うん。まあ、土曜日は、ね、 お休みででしたもんでね、うんねうまあねちょっと伸び伸びしていきましたからなうんまあこれが僕のあの先週の出来事でしたというわけでねあの今日のバターの日記はいかがでしょうかねうんまあねあのやっとさ、ね、新年号もね決まったもんでねまあ令和は で決まったもんでねそれで僕もなねちょっと安心はしましたがまあどんな風になるんだろうな令和ねうんまあいい年号になればいいと思いますねうんまあねちょっとなあの令和のことについて語った動画でさこれ語ったんですがねまあ昭和から平成になるときはね まあねあねの大変大変だったからさまあ、大変、うん、大変だったらしいもんでさ、うん、その頃僕はちょっとちょっとあのね赤ちゃんぐらいだったもんでねそこは分かんなかったけどもね、うん、やっとさ、ね、あの,の天皇が退院するもんでねまあ、天皇もね あのいい考えだなあと思いました。対、ねうん、せずにね、まあ、あ天皇があの,あの世に行ったらちょっと大変変だったからな、うん。もしよければチャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントにはね、ねまあ、先週はこれやったよとか、今週はこれやりますよとかでもいいので、ぜひ、ね、あの語ってください。 まあ、どコメントに書いてください。あとね、僕ね、軽度の適正障,障害持っとるもんでね、そのせいか、風邪つ悪かったりさ、ね、あとね、喋り方が何か違和感あるなって,っていう人もおるもんでね、そこだけはご理解お願いします。あとね、あの、ね、早くあの新しい動画見たい人は、チャンネル登録をおすすめします。まあ、あとは、ね、 まあ、ね、うん、まあ、ちょっとあんま語ることないけどもね、うん、まあ、ね、新年度、4月はあの新年度の,の,の時期でもあるもんでね、まあね、新たなスタートを迎えることになりましたもんでね、うん、さあね、新年度もね、 頑張ろうと思っています、まあ確かに新シリーズとか新番組の時期でもあるもんな <laughs> まあ3月は若年のシーズンでもあったりさ4月は出会いのシーズンでもあったりな新しいシーズンでもあったり入学シーズンでもあるそして新学期のシーズンでもありますねうんまあねあのね新年度の 新年度をあの頑張っていきたいと思いますね、うん。以上をもちましてねあの4月7日のバタの日記を終わります。そんじゃあ次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。またねー。